就活ホットステーション、このコーナーは終わりの活動と書いて就活をキーワードに、さまざまな分野についてキリスト教専門葬儀社ライフワークス社の就活カウンセラーが分かりやすくお話しするコーナーです。皆さんこんばんは、就活ホットステーションアシスタントの高橋里奈です。よろしくお願いします。はい、ナビゲーターのキリスト教専門葬儀社ライフワークス社統括マネージャー就活カウンセラーの一ノ瀬健太です。どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。さて、第19回のテーマはこちら。今週のテーマ、葬儀の費用。葬儀の費用、はい、やってなかったですね。やってなかった、調べましたよ、ちゃんとやってないかどうかっていうのをやってただろうと思ったんですけど、やってないです。大丈夫です。意外ですね。はい、はい、まあ、葬儀の費用って言っても、まあ、いろいろあると思うんですけども、とりあえず全国の葬儀の平均費用って聞いてみていいですか。はい、そうですね、まあ、これに関してはですね、うん、日本消費者協会、まあ、ご存知かもしれませんけれども、ここが4年に1回調べてまして、はい、これでいうと葬儀屋さんに支払うお金に関しては、うん、約122万円と言われてます。ほうほう。でも122万円って聞いてえらい高いなと思う人もいれば、うん、あ、そんなもので済むのかっていう人もいると思うんですけども、うん、はっきり言ってピンキリです。ピンキリ。地域によっても違います。はい、例えば関東、まあ、首都圏よりも関西の方が、うん、大阪方面の方が比較的ちょっと安いです。うん、あ、そうですね。とかですね、まあ、その葬儀のスタイルにもよりますよね。はい、例えば直葬的な、まあ、葬儀を行わない、火葬だけをするようなスタイル、うん、であれば10万円台で済んだりですね、うん、まあ、社葬、社長さんの葬儀を会社としてあげるとなると、まあ、高いところで言うと1000万とかね、まあ、そういうこともまあなくはないわけですね。はい、まあ、そこまでは極端だったとしても、一般的な葬儀でも、うん、まあ、30万円から100万円超えたりとか全然違うんですよね。うん、ですので、まあ、一概に言えないっていうのが葬儀費用の難しいとこかなというふうに思うんですけどね。この一概に言えないっていうのがなんかこうグレーゾーンっぽくて、うん、そうですね、だってこの10万だの122万だの1000万だの分かりにくくないですか。分かりにくいと思いますね。はい、葬儀屋さんが言うんだから間違いないですよね。まあ、やっぱりなんでそうなるかっていうとですね、はい、多くの葬儀社っていうのがですね、最低限のものをまずセットにしたプランっていうのを組んでるわけですよね。うん、例えば、まあ、棺とか壺とか寝台車とか必要不可欠だろうというものをまずはプランにしてるんですね。はい、でその中で、このプランにはこのお花がついてるとかですね、うん、そういうことにしてると思うんですけれども、うん、まあ、それに対して必要な人は必要なものだけをオプションでプラスしていくというようなシステムだから分かりにくいんだと思うんですね。で、例えば全く関係のない話のようですが、はい、高橋さん、例えば定食、ご飯のね、はい、定食を頼んだとしてね、うん、まあ、サバの味噌煮のね、はい、定食を頼んだとしますよね。はい、サバの味噌煮、うん、ご飯、お味噌汁、うん、で、まあ、おしんこですよね。はい、そういうものがついて、それにプラスしてですね、小鉢がいっぱいついてくる。例えば、里芋の煮っころがしとかですね、ひじきとかね、切り干し大根とか、もう7個も8個もついてくると。そんな小鉢いらんねん。でも2500円定額で追加料金ないですよって言われたら、いや、その小鉢減らして安くしてえなと思います。思いますね。それと一緒だと思うんですね。結局そんだけ小鉢欲しい人は、まあ、別料金払って食べたらいいですし、うん、いらない人は別に頼まなかったらいいわけですよね。そうですね。結局いろんなものを盛り込むとそのプラン自体が高くなってしまう。うん、だからやっぱり必要な人が必要な分だけ頼むっていうようなシステムになっているので、葬儀費用っていうのは分かりにくいんじゃないかなというふうに思うんですね。やっぱり小鉢がそんだけついてきたらね、うん、いらん人にとってはすごい損した気分になると思いますし、うん、例えば、出棺の時にですね、葬儀の時に出棺の時に、自家用車、自分の車で行けるのにマイクロバスプランについてますよって言われて高い金額請求されると、ちょっとね損した気分になるんじゃないかなというふうに思うんですね。そうですね。やっぱりその家族に合った葬儀
その個人に合った葬儀、その状況に応じた葬儀っていうのがあると思うんですね、うん、でやっぱりそれをしっかりと、まあ、踏まえた上で、うん、その人に合った葬儀を提案して、不要なものとか必要なものっていうのを振り分けて提案していくっていうのも葬儀の葬儀者の一つの仕事ではないかなというふうに思うんですね。だからやっぱりその無理に交わしたりとか、説明なしで追加料金を請求したりっていうのは葬儀者としてはあってはいけないと私は思いますし、うん、やっぱりそういうことを私が葬儀を担当するときには気をつけて、この人には何が大事なんだろう、必要なんだろうっていうことを考えて仕事はしているなというふうに思いますね、うん、でもその葬儀者のことあんまり知らなくって、この人信頼できるのかしら、はい、うんうん、私の葬儀費用本当に何が必要なのかっていうのを事前に知りたいわっていう場合どうしたらいいんでしょう。まあ、簡単に言えば見積もりを依頼したらいいんじゃないかなと思います。で最近はどこの業者さんでも対応してくれます。あ、そうなんです。見積もり出してください、亡くなる前ですね、それをちょっと資料知りたいんですって言って対応してくれるとこが多いですし、逆に対応してくれないような葬儀屋さんやめといた方がいいと思います。あ、やっぱり大きな金額払うもんなんですね、まあ、往々にして、うんうん、ですので、まあ、その金額を払っていわばその葬儀というサービスを買うわけですから、はい、その事前にお金をですね教えてくれない方がおかしいですよね。例えば買う前に電気屋さん行ってね、この冷蔵庫いくらですか、いや買うまで分かりませんっていうのは絶対信用できないですよね。おかしいですね、うん、それと一緒でやっぱりその費用を払うものだから、しっかり教えてくれるような業者さんっていうのを選ぶっていう必要があるのかなというふうにも思います。なるほど。で例えば葬儀費用を最近分かりにくいっていう理由で定額制にする業者さんも出てきてます、うん、ですけれども、まあ、もちろんいろいろ工夫されてるとは思うんですけれども、うん、まあ、帯に短し、たすきに長しというかですね、必要な人にとってはもうちょっと足りないなと思ったりとか、逆にいらないなと思う人にとってはこれはちょっとやりすぎだなと思ったりっていうことが増えてくるんじゃないかなというふうに思うんですね、うん、まあ、葬儀に際して必要なものっていうものであったりとか、イメージしているものって人によって全然違いますよね。そうですね。例えば来る人、回葬者は少ないけれども花はしっかり出してあげたい、飾ってあげたいっていう人もいれば、うん、まあ、逆にですね、その花はそんなにこだわりないと、ですけれどもその友人とか知人がいっぱいいる、だからしっかりと人を呼んでたくさんの人で賑やかにやってほしいっていう人もいるわけですよね、うんうん、やっぱりそのニーズを汲み取って適正な葬儀費用っていうのを算出してくれる業者を探して信頼関係を作ってそこに頼むのが一番じゃないかなというふうに私は思います。はい、今回は葬儀の費用というテーマでお送りしました。一之瀬さん、ありがとうございました。ありがとうございました。今回の就活ホットステーションいかがでしたか？ラジオもいいけど直接話を聞きたいと思ってらっしゃるあなたに朗報です。ライフワーク社は今年就活全国ツアーを実施します。一之瀬さん、どんな内容なんですか？はい、ライフワーク社ではこれまで様々な協会で就活セミナーを実施してきました。でも協会以外でもセミナーをやってほしいという声がありまして、今回生き生き生きる明日へと題してどなたにもご参加いただける全国ツアーを企画しました。いろいろな専門家の方々とのコラボも企画中です。実際にはどこで開催されるんですか？北から行きますと北海道の中標津、山形県の米沢、東京、石川、名古屋、京都、大阪、神戸、福岡の9都市で開催予定です。一之瀬さんもお話しされるんでしょうか？はい、京都と神戸会場で明日につながる就活のいろはと題してお話しますので、ぜひご来場ください。就活全国ツアーの日程や各会場等の詳細はライフワークス社のホームページをご覧ください。皆様のご参加心よりお待ちしております。このコーナーでは終わりの活動と書いて就活に関する疑問・質問を募集しています。ご応募は電話またはインターネットで受けしています。お電話の方はライフワークス社フリーダイヤル 0120-364-392、 インターネットからはライフワークス社で検索、ホームページのお問い合わせフォームからご応募ください。またライフワークス社フェイスブックページ、ゴスペルレディオステーションのホームページとフェイスブックページもあります。ご応募お待ちしています。このコーナーはキリスト教専門葬儀社
ライフワークス社の一ノ瀬と高橋でお送りいたしました。